青柳一万石、直井美濃守家中先手物頭、遠藤幸之進、琴姫様のお出迎えに参上。これより道中のご先導をつかまつりまする。会議である。は。お迎えでございます。では、ご出立を。みんな、人騒がせな。どこ行きよった？どうだ？見当たらん。そんなはずはない。確かにこの辺りで見かけたと村人どもが言っているのだ。もう一度入念に探してみ。牛若が見つからねば、ご機嫌を損ねる。きっと探し出せ。はは、いいな。は。
どちらさんでございます？お前のことをね、お侍さん方探してたよ。牛若って言うんだろ。うまいか。なもう太郎さんじゃねえからおめえを連れていくわけにはいかねえや。ええ、やばいよ。いたぞ。そばを離れまい。よいであろうじ。それは牛若、今宵からは寂しゅうないぞ。姫君様、それはいけません。よいよい浅尾殿、よいではないか。じい、目がどうかしたのか。あ、いいえ。はい。しかしそのような行儀の悪いことはいくら姫君の仰せでも。なに、少々お行儀が悪うとも、お元気の方がよろしい。じい。はい。お行儀が悪いとお嫁に行けぬと、江戸の屋敷でそちはいつも申しておったではないか。はて、そのようなことを申しましたかな。そちは急に物忘れがひどうなったようじゃな。恐れ入りまする。お菓子を食しながら絵本を読んではいかんとか、廊下を走ってはいかんとか申しとったのに、誰もニコニコして何も言わぬようになった。どうしてじゃ。そのようなことは。それは妙じゃの。姫君様のお寝間のご用意が整いました。お嫁に行くと女は針のお山に登るんだそうでございますよ。痛い痛い悲しい目に遭うて。もう言うな。わしも休む。その方たちも下がるがいい。それでは。浅尾殿。ご用がなければ。お待ちなさい。こうしてまた会えて私は嬉しい。私の心は昔のままだ。冷や飯の三男坊でいるより青柳の桃園に養子に行けば、そなたと夫婦になるためにも。もう済んだことです。何もかも。いや、口でどのように言おうと、そなたのその目は決して私を忘れてはいない。その目は。
お嫁に行くと食べるぞ。いかがなされました？もうお嫁にはいかぬ。これは姫様、急に何とおせられまする。お化けが出た。食べられるの嫌じゃ。お化けが？そのようなものこの世にはおりませぬ。大方夢でも見られたのでしょう。ほら、そのようなものおりませぬぞ。いや、今日だけではない。昨日もその前も、江戸を出てからずっとじゃ。お嫁に行くのは嫌じゃ、嫌じゃ。さあ、そのような聞き分けのないことを申すものではありませぬ。明日になれば麻生がよく取り調べますほどに。ゆっくりお休みなさいませ。牛若も眠たがっておりますよ。ほんの一時目を離したばかりにこのようなことになってしまった。おそらく牛若がまた逃げ出したので探しに出られたのでは。出立は姫君急病ということで遅らすしかありますまい。早々に姫や戻ってこられるに違いない。姫？なんであいつら。今日こそ一の野郎を見つけて叩き切るんだ。ええ、おう、急がせ。ええ、牛若、外は広いの。どこまで行っても垣根も塀もない。ほら、頭の上もお空ばっかりじゃ。見つけた。美しいの。なんじゃ、それは。柿じゃ。柿？じゃ、あっち。きれいなベベじゃの。もう一つあげる。リー。ええ、もう何もねえよ。あ、死んでた。もうない、ない、ない、何もない。ええ、あっち来な。牛若、牛若。牛若は
そちがよほど好きと見えるな。そち一、一ってんだよ。一、一というのか。帰らないのかい。綺麗じゃな。父の父君は健在か。父君そんな父君っていうほどのことはねえけど、もう死んじまって土の中さ。そうか。母君は。母君も土の中さ。そっちの屋敷はどこじゃ。屋敷今夜の屋敷はどこに住むか。そんなに屋敷があるのか。広い庭じゃのう。大沢殿。何じゃ。
姫様の身に万に一つのことでもなければよろしいが。遠藤様、仮にもそのような不吉なこと。しかし今日はごまかせても、明日はどうなさるおつもりですか。お届け通り行列を進めねば、ご公儀の耳に入り、どのようなお咎めがあるやもしれませぬ。これ、滅多なことを言うではない。とにかく明日は姫君のいないお籠ででも出立いたしましょう。空籠で行けというのか。仕方ございますまい。この度のことについて一つだけ心にかかることがございます。何じゃ。姫君様がお嫁に行くのは嫌じゃと申しております。姫がそのようなこと。はい。いや、このおこし入れはどうあってもやめるわけにはいかん。分かっております。その方もあらまし分かっていようが、赤津十万石と青柳一万石は本家と分家の間柄じゃが、この数年来本家の台所は日の車じゃ。まあ、この度の琴姫様のお越し入れによって、一万両の結納金が分家の青柳から来る。姫にはおかわいそうじゃが、何としてもお越し入れを願わねばならん。お家のためじゃ。あ、そう。その方、ここを抜け出して姫を探し出せ。はい。青柳の方で姫のお越し入れを面白くないと思っている連中もおるであろう。そいつらに感づかれないようにな。ここに寝てもお化けは出ぬか。え、お化け。お化けが出たのじゃ。お化けが、あれは怖かったろう。うん。ことはお嫁にはいかん。こと。なんじゃ、一。ことの申すことは時々世にはわからんぞ。ことも一の言うことが時々わからん。じゃあ分からんどうしか。一、これからもずっとこの屋敷で住むのか。そうじゃな。明日はまた別の屋敷に住むか。それはいい。団子とちゃうくだやし。えい。ごとじゃ。あのね、うちはどこだい。あの、どこ行くの。いつと同じだから。えい、お待ちどうさま。さ、どうも。どうも。食べてもよいのか。ああ、これうまい。さあさあ、食べよう食べ。食べるか。はい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 、
あ、そんな慌ててくるからええんか。おいしい。こりゃ、茶を持て。えい。どうも。ちょっとお伺いしますけど、今の一緒にいた女の子はどんなふうにおひな様みたいですね。おひな様。これぐらいで色が白くてふっくらした顔の犬を連れた女の子お見かけじゃございませんでしょうか。せっかくだが。あ、奇妙な犬を連れた女の子なら。だがあれはあんまと一緒であったが。どうも。ここはあんまが通らなかったかい。さっきまでここにいたよ。なんだと。いやいや、あの、いました。どっち行った。あっちだ。可愛い女の子と一緒でね、妙な犬ころついて。おい、できた。食べな。食べてもいいのか。いいよ。熱いうちに食わないとな。こちらの方が三文で、こっちはあの分。あんまさん、どうもお待ち遠さんでした。お頭付きで。お頭付きっていうのは、私あの。もうお代は頂戴してますんで、どうぞ、どうぞお持ちになって。どうもお待ち遠さんでした。あ、そうですか。どうもこれ。こちらの方が五文で。どなたか存じませんけども、ちょっとお通しくださいまし。一。ああ、その声は栗からの常松親分さんでございますね。分かったら観念しろい。イカ様博打を見破るたんびに観念させられたんじゃ。
ほら、命がいくつあっても足りません。お通しくださいまし。お菓子屋の月だから。お坊ちゃん、お琴ちゃん、お琴、お琴ちゃん、お嫁になってやろうか。いちといるとお化けが出ぬ。でもお嫁になったら、あの飯の支度からないからちゃんとできなくちゃ困るよ。教えてくれるか。空き家に。よし、やっぱり妙な犬頃と女の子が一緒です。おまごたねやっちまうぞ。おい、今の話を聞かせろ。明日はいよいよ青柳の領内、国境には金之助君をはじめ正式のお出迎えが参りまするぞ。からかもでは済みますまいな。それに浅尾殿はどうなされた。姿が見えぬが。それはさじけのこと。その方には関わりないと申されるか。ごもっと。姫様のことは。どうする。明日中に国境を越えられては手の下しようがないからな。Thank you.
く言ってな。やいじ、今度こそ逃げるんじゃねえぞ。何を？姫様、よくぞご無事で。遠藤か。はっ。さあ、それがしとご一緒に。浅尾殿も姫様のご安否を気遣いお待ち申し上げております。さあ、それがしとご一緒に。遠藤様。浅尾殿、あなたはどうしてここへ？それがし、姫様の安否を気遣い。ごめん。浅尾様のお知らせにより姫様は見つかったとのことでございます。何？姫様が無事でおられたのもひとえにそなたのおかげです。お礼の申し上げようがありません。あのように楽しく喜んでおられる姿を見たのは初めてです。小さい姫様に知れというのは無理かもしれませんが、姫様には姫様として生きていただかなければなりません。一、一、飯の支度はできてるぞ。いい、あ、だ、お部屋作ったのか。うん。
に食べろ。あ、はい。うめえか？はい。ことはどこにいても一のことを忘れん。これを取らせる。ことが一番大切にしてるものじゃ。一つ取れ。ある宿場に大鑑賞焼き打ちした大親分の首を狙って賞金稼ぎが集まってきた。世のため人のために働いた大親分に
浮世の旅は冷たく、その胸中は即々と心を打った。世間を騒がしたくないという一と大親分の心に反して、また一人若い人斬りが現れた。次回新座藤一回り道楼にご期待ください。